ニック・ホロニアック・ジュニアは、ゼネラル・エレクトリックの研究所で、科学コンサルタントとして勤務していた1962年、発光ダイオードを発明したことで知られ、発光ダイオードの父と呼ばれている。1963年から、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校で教授を務めている。発光ダイオード以外に、ホロニアックは41の特許を取得している。他の発明としては、 レーザーダイオードと呼ばれる赤色半導体レーザーや PNPN スイッチがある。ゼネラルエレクトリックに在籍した当時、世界初の超高機の開発にも関わった。2006年、米国物理学協会は75年間の歴史の中で最重要の論文5件を選出した。そのうち2件は、アプライドフィジクスレターズに掲載された論文で、どちらもホロニアックが 執筆者に名を連ねている。一つは1962年の SF ベバクアとの論文で世界初の発光ダイオード開発を発表した論文である。二つ目は2005年のミルトン・フェンラとの論文で室温で運用可能なトランジスタレーザーの開発を発表した論文である。ホロニアックは1963年2月号のリーダーズダイジェストで発光ダイオードが トーマスエジソンの電球を置き換えるだろうと予言していた。実際 LED の品質と効率が改善されると、共に電球を徐々に置換しつつある。ホロニアックの両親はルシン人移民であり、イリノイ州南部に定住した。父は炭鉱夫だった。ホロニアックは家族の中で正式な教育を受けた最初の一員だった。ホロニアックは イリノイセントラル鉄道で30時間連続で働いたこともあるが、労働者として暮らしていくよりも教育を受けたいと思ったという。ナイトリーダーによると、DVD プレイヤーやバーコードリーダーなどの機器に重要なんかで信頼性の高い半導体レーザーは、数十年前に中南部で鉄道作業員としての厳しい仕事を経験したからこそ生まれたとも言えるという。ホロニックは、 ジョン・バーディーンがイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校で初めて担当した博士課程の学生だった。ホロニアックは学士号も修士号も博士号も同大学で取得した。1960年、世界初の可視光の半導体レーザーを開発し、1963年には再びバーディーンと組んで同大学で両シードや両シードレーザーの研究を行った。 2007年現在もホロニアックは、イリノイ大学アーバナシャンペーン校の教授を務め、量子ドットレーザーの製造法を研究している。講義は行っておらず、研究に打ち込んでいる。ダーアッパ経由で、アメリカ国防総省から650万ドルの資金を得て、ミルトン・フェンと共に、同大学にトランジスタレーザー研究センターを設立した。これまでに指導した。 博士家庭修了学生60人のうち10人がシリコンバレーでフィリップス・ルーメレズ・ライティング・カンパニーを創業し LED 技術の新たな用途の開発を行っている。ホロニアックはこれまでにジョージ・ H.W. ブッシュ、ジョージ・ W. ブッシュ、秋人天皇、ウラジーミル・プーチンから賞を授与されたことがある。多くの同僚は LED の発明がノーベル賞に値すると考えている。 2014年には青色発光ダイオードの開発に対してノーベル物理学賞が授与されたが、ホロニアックら LED の開発の先駆者の業績は評価されなかった。これについてホロニアックは誰かがあなたが何かに値すると思うなんて馬鹿げている。その番が回ってきた時、生きていたら幸運ということだと語った。 2007年11月9日、両シードレーザー開発の功績を称え、ホロニアックの名が、イリノイ大学のキャンパス内の歴史記念名版に刻まれた。それは、かつて電気工学研究所が立っていた場所に設置されている。2008年、ホロニアックは発明家の殿堂入りを果たした。ありがとうございます。